ミュージックトーキーズ。千住は大きなお友達がいっぱいで嬉しいですね。いつも大きなお友達ばっかりで、なか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 ちっちゃなお友達はなかなか、ね、まあ時間帯が一応19時、ね、夜の7時ということで、うん、はい、さっちゃんのミュージックフォービーズ、大人の時間ってやつですね、一応ですかね。はい、はい、番組の MC の愛と笑顔の音楽の伝道師、さっちゃんと申します。よろしくお願いいたします。はい、アシスタント MC のアリと申します。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はね、あの北千住のシエブスタジオから公開生放送でお届けしているんですけど、はい、今日ですね、番組終わった後に本日のゲストさんとともに5階に場所を移しまして、持ち寄り懇親会がありますので、番組を見ているあなたまだ間に合うかもしれない。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、待ってますよ。飲めや歌えのお騒ぎ、何飲めや歌えのお騒ぎ、そうですね、そんな感じ、はい、何やそれ。ですので、はい、はい、お待ちしております。はい、お待ちしてます。そういえば、はい、さっちゃんなんか遠いとこ行ってたよね、この間までね。遠く、そんな遠くはないんですけど、うん、ラオス、ラオスね、はい、ラオス7カ所9公演してまいりました。すごい、え、ね、すごい、すごい、ほんと楽しかった。あ、もうなんかもう片言の英語で、ね、なんかフラッとギター抱えて突然ね、ラオス行ってきますって言ってきちゃうんだもんね。まあ、あちらの日本人会の方が、うん、あのブッキングをしてくださって、そこでまあね、日本の歌、さっちゃんのオリジナルを一緒にこう歌ったりとかして盛り上がるんですよ、これが。何語で歌うの？日本語。日本語でね、はい、そうだよね。うん、MC は、まあ、基本その、うん、なんていうの、英語か、うん、あの通訳がいる方はその通訳の方が分かる言葉、英語だった英語、日本語だった日本語で話してやって、で通訳がいないときはもうさっちゃんの2歳児英語炸裂のままやって。何カ国目行ったの？私は片言の英語、日本語が何国、何カ国、演奏では13カ国になりました。13カ国、はい、ね、来年はそのあとエストニアとベトナムの予定、ベトナムはだから3回目なのかな、ね、はい、うん、はい、というさっちゃんとアーリーでお送りいたします。よろしくお願いします。でメールの方をご紹介お願いします。はい、あのスタジオの皆さんもね、どうぞ、番組のメールこちらです。センジアットマーク CWAVE.JP、生でどんどんメールを送ってください。お待ちしてます。お待ちしてます。さあ早速本日のゲストの方をお呼びしたいと思うんですけど、あのユニット名さんなので個人ではないので、お一人ではないので、今日二人なんですよね。ちょっとストレートで紹介させていただきます。それではアイムホールさん、お越しください。はい、どうぞ。拍手。まずユーミンさん、そしてナガちゃんですね。今日よろしくお願いします。ね、この間来てくださって、そして嬉しいですね、やっぱりこう、ね、来てくれて、こう、ね、ゲストで決まってる方がお客さんとして来てくださって、そしてね、本当嬉しい、ありがとうございます。北千住は2回目ですけど、あ、まだ上陸2回目ですか？上陸2回目、はい、でもね、北千住ってすごくあの幼児教育に熱心な町なんですって。だから今までのイメージとちょっと違ってね、うんうん、びっくりした。そうなんですか、ね、うん、したらなんか大学もあるし、ありますね、そうですね、大学あったね、大きい町だからね、うんうん、大変光栄です。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっちゃんとはね、うん、どこで出会ったんでしたっけ？私たち教会、教会ね、浦和の、そう、浦和ルーテルっていう教会 で、 さっちゃんクリスチャンだよね。クリスチャンです、はい。でミュージックアークというイベントに来てくださったんですよね、うん、そうなんです。ロックから演歌までいろいろあるね、そうなんですよ、イベントだったんですけど、うん、そこであの笠原光健さん、牧師が中心となったバンドがあるんですけど、はい、うんうん、名前すごいね、光健って言うんだよ。光を見るって書くの、かっこいい芸名、そのまま芸名のように、そう、本名なんですよ、ね、
で彼はロックミュージシャンなんですよ、うん、そうなんです、コテコテ、まあ、さっちゃんの、 越谷 FM でご紹介したことはあるんですけど、うん、何度かコテコテのロックをやられるね、すごいですよね、コテコテの、はい、そうなんですよ、で彼が盆踊りでお寺に呼ばれてロックやるんでね。お寺で、浦和なんですけどね、浦和ロックンロールとかって歌うんですか。それやってきます。はい、浦和の教会なんですけど、はい、浦和にある大きな、うん、お寺から呼ばれたんだよね。うん、なんだっけ、蓮生寺。蓮生寺。蓮生寺。しかも2日連続だったかな。で、ロックな賛美歌を歌う。そう。面白いですね。呼ばれたんですよ。クリスチャンたちがね。まあ我々は違うけど、で、神社のハッピー来て。すごいです。お寺で神社のハッピー来て賛美歌。平和ですね、日本は。ね。そうなんですよ、うんうん、みんな目指すところは同じみたいな感じで、うん、いいと思います、うん、スリランカとかでもね、うん、まあ、コロンボはどうかわかんないですけど、まあ、地方とか行きますと一つの寺院にいろんな宗教の人が来て、まあ、そこでお祈りをするわけですよ。あ、うん、だから仏教の方もいればイスラムの方も、クリスチャンの方もいて、それって私素敵だなと思ったんです。すごく素敵、ね、いいですよね、まあ、宗派の壁を、ね、乗り越えて、サムスインググレイトっていうね。そうです、サムシングライト、うん、うんうん、そうなのにね、導かれてるなって感じが分かる人は、うん、みんなそうやって一緒に仲良く祈るわけですね。やっぱり自然を大事にしてるっていうことなのかな。 あとその、やっぱり愛とかっていうのは私たち宗教じゃないと思うんです、うん、そうだね、本当にそう思います、うん、宗教宗派を超えて、そういうところではなくても、うん、そういうのはもう全てを超越したところにあるから、うんうん、まあ、私はそう、自分個人としては、まあ、全然そのお坊さんの友達もいるし、うん、全然こう宗教、自分はクリスチャンだけど、クリスチャンであるが逆になんていうのか、こだわらなくなりました。あ、愛っていうのはそういうものじゃないって、まあ、そういうふうに聖書にもあるんですけど、最後の方に、うん、そうなんですね、一番大切なのは愛です、宗教じゃないんですよ、愛って言ってるの。だからもうやっぱりそう、そうだと思ってるんです。愛を感じながら大自然の中でなんかチャリダーやってんだって。さっちゃんそんなに歩けないのね。知らなかった、知ってますか皆さん。チャリダーって言葉でしょ、うん、チャリ自転車です、自転車に ER、 自転車漕ぐ人、うん、うん、はい、なんだって知らなかった、うん、そうなんです。なんかさっちゃんにね、ちょっと一曲自転車の歌を、あ、楽しみにしてます、プレゼントしちゃおうかな。はい、そうなんです、さっちゃんはだいたいあんまり歩けないね、チャリダーか車椅子という両極端、うん、うん、です、はい、うん、でもこのオーラがすごい元気いっぱいなのよね。そうなんだよね、だって寝込んでたりするんですよ、うん、でもこの間もやっと風邪治ったんです、信じられないぐらいよね、今日も午前中はちゃんと休憩してたって、うん、っていうか動けなかった、うん、だけど漬物つけて持ってきたとかね、漬物は昨日、昨日の夜に用意して朝漬けて、うん、朝漬けなんですけど、素晴らしい。うちの家のキュウリ、うん、庭の、そう、後で懇親会に残る人はそれが食べられますね、はい、食べられ、はいはいはい、酢と塩だけのシンプルな、あと薬味で、はい、ね、ってことで素敵です、楽しみにしてます。はい、わ、はい、かりました、はい、よろしくお願いします。じゃあアリさんもちょっと参加してね、後でね、はい、はい、はい、それでは、うん、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。それではアイムホームで何曲かお届けしていきたいと思います。1曲目は自転車に乗ってというオリジナルの歌をお届けします。自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう、風の音を聞いてリズムを感じて気持ち向くままに走る、自転車に乗って行こう、何が見えるかな、スピードを上げていく、鼓動を上げていく、木漏れ
び踊る道ゆらゆらゆらりゆらゆらり遠く見える夢あともう少しあと少しこの手に触れるまで登る坂道だちこぎしたりスーパーへと行けたりあと戻りしてみたり自転車に乗って行こう今日はどこまで走ろう風の中に入る風を起こしてく今回り出す自転車に乗ってるのをイメージするだけでもね元気になるらしいですよそう、ね、自転車とってもいいんだよねあと自転車に乗りながら何か考え事をしたりするのはすごくいいんですってぶつかんないようにねあのちゃんと前を見てね前を見てでいいアイデア浮かんだりしますよねいや知らないなえそうですか急にこんな見放すって感じなの自転車乗らないなそんなことしながらそうですか捕まるよえあつはい分かりましたじゃ気をつけますでもあのちょっとこれお紹介したいものがあるのであぜひぜひ、うん、そうだね自然の中ではね、うんはい、実は私のおじいさんが、ね、令和元年おめでとうございます令和になりましたよねで令和になったこれがあのこれは5月1日の私が前に向けます あ, 本当 あ, ありがとうございますせっちゃんごめんねこれあるよこれがあの令和の日のね令和元年 の, あの新聞なんですけどこれのね一番最初のところにねこういうこれがこれあの梅花の太宰府梅花の宴の歌を絵にしたものなんですけどこれは私のおじいさんの絵なんですねそれであの万葉奈良県立万葉文化館という美術館に作品が入っていて、うん、で令和になって急にいろんな問い合わせが来て、ね、驚くほど毎日のようにいろいろお問い合わせいただいて、うん、これが大きい作品なんですけど、うん、もうおじいさんは80年前くらいにこれを描いてたんですねたまたま万葉集が大好きで万葉集をテーマに絵を描いてたんですけれども万葉集をテーマに描いたのが最晩年の作品集だったんですけど、うん、これがちょうどね書と絵も両方やっていたのでこのこれはあの大友の旅人が書いた序文なんですけどここのところの例とここの和この良き月と風やわらぎのここからね、うん、あの言語ができたの令和っていうのは、ね、でたまたま最近の人はねみんなほら画家だとか書家って分けるけど昔の人はアートっていう切り口で何でもやってたみたいですね、まあ、特にあの私の祖父はそういう感じで、うん、書と絵と両方
あと歌も読んだので万葉集が大好きだったっていうのがあるんです。親友があれでしょ、私が小学校の時に習った斉藤茂吉さんが親友だったんでしょ。あ、そう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 、教科書に出てこなかったですか、斉藤茂吉さん。斉藤茂吉さんが親友だったそうです。一番の親友で、彼も歌人なので一緒にまあ切磋琢磨していろいろ勉強していたらしいんですね、うん。いやすごいですね。でも本当これは ね豊かな時代のね、ね、でこれが今令和の絵としてね、いろんなところでだんだん取り上げられるようになって、新潟にね、東中さんだっけ、あと川端康成さんがなんだっけ雪国を描いた、雪国を、ね、描いた雪国の宿、その部屋がね、まだ残ってるんです。旅館があるんですけど、こういうふうに本とかにいろいろ今載せてもらって、そこにこの大俣寒風の軸がかかってるそうです。これが奈良県県立万葉文化館の中ですね。こんな感じのところ、うん、っていうおじいさんのこの作品を、私はあの歌にしているのがあるんですけど、でもちょっと今日はそれはやれないんだけど、それね、ちょっとバンドじゃないとできない、オーケストラじゃないとできないの、それ。2人だとちょっと大変なの。いやいや、振りが長かった、ね、でもやんないの今日は。まあこの後ね、聞きに来てほしいな。わかりました。なんかちょっと同じ匂いがする天然、ね、よく言われます。天然なんです。じゃあちょっとあのそれのちなんだ曲じゃない曲やろう、ね、まあ、自然という意味ではね、そう、海へ来な、夏だからあの海へ来なさいっていう曲をやろうかなと思って、これアリーさんに手伝ってもらおうと思って、これ私のねお手製の楽器なんです。えら上手に音取ってくれた。これ水カンリンバって言って、カリンバみたいにピンピンって鳴らすところがついてるね、上にね。で、カンで作ってるから水カンリンバっていう名前なんですけれど、カリンバっていう楽器と、あと水の音と両方組み合わせて。え、何？あ、水琴窟。あーあー、そうですね。今日はじゃあアリーさんがそれをやってくれるっていうのでお願いして、口で海の音出そうと してるわけ、うん、チャポチャポやるわけ。いや、水の音聞いたら飲みたくなる。海へ来なさい。
ざかみに迎える足を持ちなさい。貝殻と話せる耳を持ちなさい。暗闇を遮るまぶたと星屑を数える瞳と涙を拭えるようなしなやかな指を持ちなさい。海へ来なさい。アリーさんありがとうございました。気持ちいいんだよ後ろで。いい音だね。チャポチャポするから。そういい音だね。これをねの作るワークショップって開かれているので、時々ホームページとかで水カンリンバって入れると出てくると思う。カリンバかと思ったら違うんだよね。カンでできてるからカンリンバっていうの。なんか普通 あのボスとかのカンなんだろこれ。そうそうボスのカンみたいな。あ宣伝しちゃった大丈夫だってよかったねあの今日はねすごい嬉しいお客さんもいらして、うん、一緒に大学生の時にバンドをやっていた人が一人来てくれてるんですよ。で、そうでずっともう全然お会いしてなくて、うん、もう何十年ぶりに、あ言っちゃった何十年ぶりって。あそんな昔生まれたの？あ何十年、いや何年ぶりに。そういえばね、なんか出だしの時になんか大きなお友達しかいないって言ってたね。歌を聞いてくれる、うるさい、歌を聴いて聞いてくれて嬉しいなと思って、多分でも天然のとこは変わってないなっていうそういう目でさっきから見てるから、まあでもいいですねそれは。それはそれで。何ここに来て一緒に歌ってくんないの？あ、うん、今きっとすごいドキドキしたと今。あそうだね罰してるじゃあ次の曲やりましょうか。次の曲なんだっけ。あ The Song Is You だ。そうだジャズの曲だね、うん、あのジャズ、もともとジャズを歌っていたので、で今はオリジナルが多くなってきた、あと日本の歌もやるようになりましたけど、うん、The Song Is You という歌をやってみたいと思います。スタンダードなジャズですね。英語の先生やってたんだろ。ああ、うん、そうだね、ちゃんと歌えるのかな。いや歌えるのかな。あの The Song Is You っていうのは出会った瞬間に私の心の中で音が響いたっていうのね。なんかこのメロディー前から知ってたかもしれない、でもあなたに会った瞬間、あこの歌あなたの歌だったんだって、私の中にもともとあったんですっていう、そのなんか出会いの喜びを歌った歌なんです。 The song is you。 I hear music when I look at youBeautiful theme of every dream I ever knew. Down deep in my heart, I hear you play. I feel it start, then melt away. I hear music when I touch your hand. A beautiful rhapsody from some enchanted land. Down deep in my heart.I feel play. Is this the day? Oh, all my long have heard it clearly play. I alone have heard it clearly play. Must it be
Why can't I let it go? Why can't I let you know? Why can't I let you know the song? My heaven see the beautiful rhapsody of love and youth and spring. The music sweet, the words are true, the song is you.聞き慣れたって分かんないもんね。え、聞き慣れない歌ってさ。あ、そうだよね。最初聞いた時よく分かんなった、この歌は。あ、そう、うん、そうですか。そうです、うん、私はなんか、あ、もともとあった歌かなと思っちゃったけど。あ、叶いません。いや、私たちでもね、あの、いろんな出会いで本当にこんな楽しいところに。そうだ、楽しいね。ね、ね、さっちゃんと出会ってね、ミュージックアークでもほら、貢献牧師とか、うん、私たち、ね、一緒に混ぜていただいて、うん、本当にね、あの、たくさん楽しい出会いがいっぱいあって、それにこう導かれてきてますよね、うん、でさっちゃんさ、ほら同類って言ってたけどさ、やっぱりみんな楽しい人ばっかりだよね、来てんの ね、 ね、みんな天然ってこと、ここら辺みんな、うん、みんなね、ナチュラルってこと。あ、ナチュラルね、いいよね、魅力的ってこと、うん、多分変わってないなっていう顔で見てんだよ、あの、ほら、そう、そうか、うん、でもさ、うん、あの、こういう出会いがこう私たちを導いてくれているわけだけど、うん、こういうね、あの、いろんな、さっきもさっちゃん言ってたけど、宗教を超えてって言ってたけれど、なんかね、いろんな人がね、とっても素敵な人ってみんな同じようなことを言うような気がする。そうそう、なんかね、あの、すごくオープンになってね、あの、自分の中にある敷居を取り払ったらね、いろんな出会いがあって、うん、この間神楽坂でね。あ、そうです ね、 ね、あの、神楽坂にね、新勝城寺っていうお寺があるんですよ。神っていうのは誠に、少女寺の少はね、うん、清いっていう字、二つ清いっていう字が、あの、たぬきの少女寺と違うんだろ。その少女寺じゃない。そうか、そう、で、うん、そこのご住職すごいんですよ。毎朝水かぶってるんだから、お天気によらずって書いてあったよ、雪でも。すごいね、うん、雪でもかぶってるらしいの、お水を、うん、で、その方がこの前5月にね、あの、お会いした時にちょうど、あの、ローマから帰ってきたところで、ローマのヨハネ・パウロ2世から勲章をもらったんだって、キリスト教の。仏教のお坊さんですよね、すごいよね、うん、そう、ね、上の方はみんなつながってるって言ってた。それでびっくりしたら、その写真にはもういろんな宗教のトップの方たちがこう一緒に写っていて、イスラムとかね、いろいろみんな装束が違うんだけれど、うん、でもみんなトップの人たちっていうのは宗派を超えて、一番大事なものは世界の平和だよって、世界の平和という共通の目標に向かってみんなで祈るんだよっていうことを、それが、あの、私たちの考えですよっておっしゃったんだよ ね、 ね、うん、すごく感動しましたよね。でもほら、争いたい人もいるみたいなんですよ、うん、で、そうするとすごい力じゃない、それは一つの宗派とかだけでバラバラにお祈りしててもあんまり叶わないんだって、うん、だから少なくても全ての何か大いなるものを信じている人たちが一緒になって平和を祈ろうっていうことだったの。だからこのね、うん、さっちゃんのミュージックフォーピースもその一つだよ。そうなんです、そうなんです、ね、あの、堅苦しく考えず、まあ、うん、この身近な、まあ、
まったりと平和な気持ちをまず世界配信してるということです、ね、すごい素敵ですよね、はい、世界配信ってさ、やっぱりじゃあイスラム語とか英語とかで言わなきゃいけないんじゃないの。さあ、それはなかなか難しいですね、はい、でも雰囲気で伝わるものがある、ね、うん、そうですね、音楽は幸せな雰囲気とか、うん、平和な雰囲気とか、うん、なるほどね。で、あの、お友達が最近、三鷹に、あの、美容室をオープンしたんですよ。その方、まあ、すごいベテランなんだけど、新しく、あの、改装して。それがね、あの、ザイオン、ザイオン東京っていう名前だっていうの。で、ザイオンっていうのは、ZION って書いて、ザイオンっていうんだけど、うん、それはあの、ボブ・マーリーの歌に出てくるでしょ、うん、アイアン、ライオン。Like a lion, so, in Zion っていうね。うん、そう、ザイオンっていうのは、まあ、約束の地とかね、その永遠の地みたいな、そういう楽園を意味してるんだけど、それはね、読み方変えるとシオンなんだって、うん、英語でね。ボンバーリンの場合はラスタファリズムだから、そう、ラスタマンだからね、うん、エチオピアだからね、うん、ちょっと違うんだけれど、うん、でもやっぱり同じようなものを目指してるんだなっていうね、ザイオン、ね、ね、そんな中でキリスト教のルーテルで教わった曲ですね。私たちはその教会に行くようになって、そこでいろんな新しい曲を教わったんですよね、うん、そこで習った曲を一曲やってみたいと思います、うん、ね、それまではほら賛美歌って言ってこうやっておーとかって思ってたんだけどいや、私それも歌えるよ。私それキリスト教の学校だったから歌えるよ。それも叶いません。なんで、ね、そういう力関係作るの、そうやってやらしいな、もう。いや、やってみようよ。 Lead me to the cross っていうのは、うん、十字架に私を導いてっていう歌なんですけれども、まあ、この十字架はいろんな風に置き換えてもらえばいいと思うの、自分の中でね。キリスト教じゃない人は十字架って思わないかもしれないけど、何かに導かれていく。何でしたっけ、導いてください。
いただきます。なんでまたそれ、なんでそういう、やめて、はい、そういうの。次は何だったっけなと思って、はい。じゃあみんなで手をつなごう。あ、いや、そっか、うん。そうだよね。その曲やるんだったね。そう、手をつなごうっていう曲は、みんなで、あの、私の、私が元気がないときは、あなたが助けてねっていう。はい、わかりました。はい、あなたが元気ないときは私が助けるので、みんなで助け合いましょう。やらしいです。手をつなごうっていう曲をやってみよう。手をつなごう、手をつなごう、あなたの右手、私の左手、手をつなごう、手をつなごう、キュート握ればキュート返すよ、つなげば伝わる、ルルルルルルル、言えない言葉も聞こえてくるよ、きっと大丈夫、大丈夫、隣を歩くよ、同じ速さで、手をつなごう、手をつなげば涙の意味もちゃんとわかるよ、手をつなごう、手をつなげば温かいもの、そこに生まれた、つなげば感じる、ルルルルルルル、明日の勇気を充電するよ、胸張って、はじめの一歩は何度でもできる、ララ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 、つなげば広がる、大きく広がる、最高に高い空に触ろう、私あなた、あなた、つながる、伝わる、広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら、最高に高い空に見つけに行こう。ありがとうございました。今の歌は、オリジナルで、手をつなごうでした、はい、それでは次に、うん、Believe という曲やろうかなと思ったんだけど、あ、じゃあもう、あ、じゃあ、あれやろう、
次が一緒に、あ、じゃあ一緒にやる、うん、じゃあ一旦 CM の方をご覧ください、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。でさっちゃんからのお知らせですね。さっちゃんはアルバム2枚出てます。さっちゃんとみんなのお歌、こちら東の住忠さんプロデュース、そしてですね世界愛の日、こちら今 CM で流れてたね、あのガンダムのお歌を歌ってるインフィックスの長友情生さんも参加してくださってます。こちら世界愛の日、こちら1000円出ているんですけど、今日ですね限定いくつかでさっちゃん特別セット、ラオスセットっていうのがあります。ラオスセット、はい、プラス500円でラオスのお土産と、さっちゃんが海外演奏に行った時に現地から直筆メッセージが届く申し込みカード、そして送料も込みになってます。なのでここでプラス500円していただければこのセットがつきます。で番組でもご覧のお友達もこれは送料込みですのでプラス500円、アルバム代金プラス500円となってます。でさらにですね2000円以上 CD お買い上げの方には、ご希望されればルクプルのリュウジさんと、その場でパッて撮った音源なんですけど出てきまして、プレゼントで CD そっちのもお付けします。それは非売品なので一応アルバム2000円以上お買い上げ、こちら2枚かこちら1枚ってことになってますのでよろしくお願いします。で来月のですねゲストがですねエアリアルさん、アリーさんからのねご紹介で、はい、素敵な青年のユニットとなっておりますので毎月第3日曜日となってます。そちらもお楽しみにしていてください。
さあ以上さっちゃんからのお知らせでした、はい、さあ本日のゲストはアイムホームさんだったんですけど、まあ素敵な音楽と目音漫才目音漫才かよかった、目音って言ってくれて。最近ね、はい、娘さんですかっていう人いるんで、親子漫才ですか、どういうことっていうね、ありがとう。もう天然爆発してましたよね。ねえ、そんなに天然。もしですよ、気がつかないのが天然ですよ。もしですよ、2人でユニット組んでライブやったらどうなっちゃうかしら。多分大変なことになるね、うん、ずっと喋ってると思います。何か万人が必要で万人が一応でもタイムキーパーできるどんなにボケても昔のフォークコンサートってさ、はい、1時間のうち喋ってて1曲しかやなかったとかさ。あ、もう沢田さんなんてね3時間で3曲、うん、70年代はそうだった。そうそうそう、なんですよね。結構知らないでしょ。知らない世界です。いや皆さん MC を聞きに行くんですよ。あんなに素敵な歌を歌ってらっしゃるのにMC がちゃんとなきゃお客さん満足しないんですよね、佐田さんのコンサートは。曲は CD 聴くからいらないって。あCD で聴くからいいよ。なるほどね。そうなんです。そうなんですよね。生さだとかも私大好きです。それもね、やっぱりあのトークが面白いと音楽 がさらにグッとよく素敵に聞こえますよね。なるほどね。トークも楽しかったってことで、機嫌が良くなった今の一言でね。えすぐ機嫌良くなっちゃうんだね。もちろん扱い結構簡単ですね。じゃあみんなで歌を歌うっていう、ね、そうなんです。これも賛美歌なんですよ。そうですね、あのリクエストいただきましてね、うん、ね、そう、これも教会で習った曲だよね、うん、これ賛美歌なんだと思っちゃうよね。そうそうそう、まあ、結構韓流が好きな方は韓流ポップスの中の曲って思われてる方も多いかもしれません。韓国賛美歌、ね、そう、うん、韓国なんですね。韓国発。なるほど、あんまりどこにもキムチっぽさは感じないね。ない、なかなかそう、なかなかキムチっぽい音楽って聞いたことないですよ。でもちょっとね、トッポギっぽいかもしれない。どこの辺が。うまいね。あのミレニアムの頃の韓国のイベントの MC をしたんですよ。その時に韓国の非売品のこれから、うん、あの売り出すような方の CD をいただいたんですけど、うん、どれもトッポギっぽくなかった、うん、連想されない。そうだよね、ちゃんとしたコリアンポップ。そんな長い間かけて否定されましたよ今。じゃあその韓国の食材感ゼロな曲をいきましょうか。う、ね、うん、曲紹介お願いいたします。はい、君は愛されるため生まれた。
光が私にはどれほど大きな喜びでしょう。お届けいたトッポギ感あったでしょ。トッポギ感あったかな。どっかピリッと。でもサムゲタン感はあったかもしれない。かもしれない。しみるって意味でね。そうだね。栄養がしみるよね。うまいこと言うなさって。キムチはだけど気持ちはね。ありがとうございます。みんなでフォローし合う温かい番組だね。はい、そうですね。そしてもう一曲なんですけど、うん、まあ、さっちゃん検定、ね、さっちゃんオリジナルね。あ、そうです、さっちゃん検定3段ぐらいの方はいらっしゃると思うので。3段、あ、適当に作りました。でここでラララがあるんです。ちょっと弾いて歌っていただけますか。ラララ練習ね、うん、一回お手本、はい、ララ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 練習してみて、そのまま歌入ります。はい、じゃあ行きます。練習皆さんお願いします。いいですか？はい。せーの。ランラララララランラララララ。
ラララご賞ありがとうございます。神様からの贈り物でした。こちらの楽譜公開しております。あの神様からの贈り物、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんで検索していただければ無料でダウンロードできますので、はい、であの会場にあのいらっしゃる方で欲しい方は今何枚かありますので後でお声掛けください。ぜひですねいろんなところで歌ってほしいと思います。さてアイムホームさんなんですけど今後の ライブのご予定とかは、はい、ライブは10月の1日と27日に、うんうん、1日は、はい、神保町の楽屋っていうところで夜、うん、で10月27日は六本木のサテンドールで昼間のライブがあります。リザストっていうサイトでアイムホームって検索してもらうと、はい、うん、そこで予定がいろいろ載っていますので、もうチケットとか申し込みは始まってるんですか？そろそろですね、まだ始まってないですね。そろそろですね。おっしゃる通りでございます。それから盆踊り、来週盆踊りで出ますので、来週盆踊り面白そうですね。そうそう、見てください。浦和の蓮生寺、蓮生寺、浦和の蓮生寺、蓮生寺、そこはバイバイロックです。エレキです、私。そう、だから牧師さんと一緒に。いや、面白いですね。あの牧師ロックスのあのロック、これはね、裏場ロックなんでやるんですよ、ね。やりますね。やります。すごい楽しいんですよね。はい。ぜひ来てください。高健先生よりでかい音で弾きます。高健先生っていうのは一応あの牧師をしているギタリスト。一応牧師なんだ。牧師の格好をしているギタリストじゃないですよ。本物の牧師のギタリスト。そう、本物ですね。はい、本物、はい、本物、はい、ちゃんと資格持ってます。進学校行って。はい。真面目な時はすごいかっこいい。じゃあそうじゃないときはかっこよくない、かっこよくないんじゃない。そういうときはワイルドだよね。ワイルド、ね、ワイルド、うん、なんだ待ってんの、好きだらけだね。ナイスフォロー待ってたよ。好きだらけだ。なんかご家庭の会話聞きたくなりますね。あ、そう、ご家庭の会話大変ですよ。大変ですよ。ダメ出しがあるからもっと面白く返せみたいな。それは難しい、高度な。そうなんですよ。ゴミ捨てはどちらがやられてる。あ、私ですよ。家事はすべて私でございます。本当ですか？私はちゃんと食べてますよ。食べてます。面白い。じゃあ最後にですね、この番組をご覧の皆様に、まあ、お一人お一人メッセージをお願いいたします。じゃあ長ちゃん何どこ向いてるの？今のボケ。いや、もう手をつなぎましょう。手をつなぎましょう。ありがとうございました。スキーユミさん、はい、もうみんなで世界平和を祈りたいと思います。この笑顔が伝わればもうね、バッチリじゃないでしょうか ね。音楽は世界愛だよね。そう、愛ですよね。そしてアルバムも出てます。本日何枚ありますか？何枚か何枚か持ってきました。手をつなごあります。そしてあと風を見る人です。これはあのおじいさんの、おじいさんの絵をね、使ってるんですけど。おー、すごい。そうなんです。こっちもアイムホームさんのサイトからもお申し込みできますか？はい、はい。本日のゲストはアイムホームさんでした。ありがとうございました。